いちこです。今日は2021年12月21日火曜日です。高松の天気は朝から晴れですが、時々曇りで風もあり、いつものように寒いです。今日の動画と読み上げは昨日の続きで、11月28日に行きました西上田町からのキロとイノシシの続きです。アジアの中の日本で読み上げが途中で終わりましたので続きからです。今日も朝早く目が覚めましたので、コンビニに行き100円コーヒーを飲みながらネットニュースを見た後、外に出てふと空を見上げると珍しい雲に出会うことができました。ネットで少しだけ雲の種類を見ましたら10種類ほどあるそうです。1巻雲筋雲、2巻積雲鱗雲イワシ雲、3巻層雲薄雲、4不行積雲羊雲、5高層雲おぼろ雲、6南層雲雨雲、7層積雲うね雲、8層雲霧雲、9積雲綿雲、10積乱雲入道雲。この雲は何という雲なのでしょうか。難しいですね。ではウィキペディアの記事を読み上げます。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。イノシシ出典フリー百科事典ウィキペディアより、駆除経費の確保と地域振興を兼ねて狩猟や罠で確保したイノシシの肉を他の野生鳥獣肉と並ぶジビエとして加工出荷する取り組みも行われている。愛媛県の大三島では2000年代から海を渡ってきたイノシシが繁殖し、特産のみかん畑に被害が出ているが、11月から2月の狩猟期間では間に合わず、特別な許可を得て通年で駆除を行い、特産品として販売するなど産業化する動きもある。有効利用できない場合、死骸は地面に穴を掘って埋めたり、発酵槽に水をがくずとともに入れて微生物による分解で減塩したりして処理する必要があり、コストがかかる。産業廃棄物として処理されることが多い未利用部位を炭化させた肥料も石川県羽咋市の合同会社により生産されている。かつては農林水産省の補助事業も行われたが、2009年の事業仕分け行政刷新会議 WG3 に諮られた際に重要な課題であるということは認識しつつも、国が実施すべき事業ではないとの意見が示され、2010年度からは都道府県に対する交付金となった。兵庫県の六甲山では野生のイノシシとの接触機会が多く、1960年代より登山者によって餌付けが行われるようになり、大規模な餌付け場として芦屋イノシシ村が作られるなど、六甲山系全体でイノシシに対して餌付けが行われたが、人慣れしたイノシシによるトラブルが増加し、2002年に神戸市は全国で初めてイノシシへの給餌などを禁止したイノシシ条例を制定した。日本イノシシの個体数の増加傾向の原因として、畜産用に飼われていたイノシシと豚との間の一大雑種であるイノブタが飼育中に逃亡し、野生のイノシシと交配し豚の多産性質を広めているという説がある。過去にイノシシが絶滅した千葉県では、狩猟目的でイノブタ及びイノシシを放した証言があり、近年出没する個体はその子孫ではないかとする見解もある。千葉県イノシシ犬管理対策基本方針。タケノコの季節にはイノイ用物の大半がタケノコであり、放置竹林が問題であるとする説もある。中山間地の過疎的による休耕地や耕作放棄地の広がりがイノシシに格好の餌場や住処を提供し、そのために人里近くまでイノシシが出没するようになったことが原因であり、イノシシの個体数そのものは従前とあまり変わらないのではないかとの考えもある。耕作放棄地を整備したり再び畑として利用したりすることで、イノシシが近寄りにくい環境にする取り組みも行われている。日本においてはライフルや散弾銃などを利用した重量捕獲は人家近くでの発砲は原則としてできないため、捕獲範囲が限定されている。
猟友会に所属するハンターの高齢化による作業人員の減少により必ずしも本格的な駆除には至っていない。一般市民が罠を用いて捕獲する場合は狩猟免許の取得や自治体への届け出が必要であり、実際の駆除開始まで時間や手間がかかることも多い。イノシシの罠猟では主に箱罠やくくり罠が用いられるが、いずれの猟具を用いた場合でも罠にかかったイノシシの止め刺しは重機を用いない場合には非常に大きな危険が伴う。例年罠にかかったイノシシの止め刺しに際しては事故が発生しており、くくり罠の場合には抵抗するイノシシによってワイヤーが断裂したり、止め刺しに入った際に反撃を受けたり、狩猟者自身がワイヤーに巻き込まれたりするなどによって死亡事故につながるケースもある。環境省や地方自治体は止め刺しの技術向上や重機によるやめ刺しの要件緩和などが事故防止の喫緊の課題であるとしている。市街地に出没した場合には捕獲のために多くの人員が必要となる。日本のイノシシは高い確率で日本脳炎ウイルスに感染しているという報告があり、イノシシと人間の接触機会が増えると感染症伝播の危険性も増加すると考えられる。人獣共通感染症も参照。香港。香港ではトラが絶滅してからは天敵がいなくなったことや、開発により生息域が狭められた結果、警戒心の薄い個体が金融街など中心部や空港などに出没するようになり、人を襲撃する事件も起きているほか、市民による餌付けも問題視されている。一度は猟師による駆除も行われたが、動物福祉や公衆安全上などの理由で2017年に中止され、対策は開けにくいゴミ容器への置き換えや捕獲したイノシシの去勢、避妊などにシフトされた。しかし、2021年11月に香港警察の警官がイノシシに襲われる事件が発生すると、香港政府は市街地に出没したイノシシの全頭駆除を宣言し、以前にも増して大規模な駆除作戦を展開している。台湾。近年では、人間の生活空間に入り込み物や家畜が被害を受けているため、伝統的に狩猟対象としていた台湾原住民の猟師が駆除に当たっている。ヨーロッパ。ヨーロッパでは農耕が開始された時代から駆除が行われてきたが、1980年代より耕作地にイノシシを接近させないため森林内での給餌なども行われている。しかし給餌の恒常的は人の餌になれることによって森林の食物資源としての価値を下げてしまうことや、イノシシの個体数の管理リスクが生じるなど問題点も指摘されている。ドイツでは頭数のコントロールやアフリカ豚熱の流行を防ぐため、ベルリンだけで年に1000から2000頭が駆除されている。ドイツでは接触によるレプトスピラ症の感染が報告されている。アメリカ。北アメリカ大陸。アメリカ大陸アメリカ合衆国では16世紀頃にヨーロッパからの移民が家畜として持ち込んだが、逃げ出した個体に同じく逃げ出した豚も加わって、現代では南東部を中心に約400万頭が生息するとされる。近年では食用目的の狩猟増えているが、トキソプラズマや繊毛虫などの寄生虫が確認されており、感染症を広げるリスクが指摘されている。南アメリカ大陸。人為的に持ち込まれたイノシシが繁殖し、デッカリーの分布を脅かしつつある。オセアニア。オーストラリアではイギリス統治時代に持ち込まれた豚が逃げ出して野生化しており、数代でイノシシ化すると見られている。なお中部や西部の乾燥地域には生息できないため、北部の沿岸や東部にある熱帯林やステップ地帯にとどまっている。東南アジア島嶼部にも泳いで渡り範囲を広げている。飼育。飼育は豚が中心であり、イノシシを飼育する場所は少ない。イタリアのチェルビアにある自然公園ではイノシシが飼育されている。ドイツではドレスデン近郊のモーリッツブルクに農場があった。静岡県伊豆市には国内唯一のイノシシのテーマパーク
天城イノシシ村があったが、観光客減少のため2008年平成20年11月30日に閉鎖された。日本では縄文時代にイノシシが飼育されていた可能性があるとされる。イノシシが人や家畜である犬と共に埋葬されていたり、下小田貝塚で出土したイノシシの骨の中に家畜化現象を起こしたと思われる骨が見つかるなど、イノシシが飼育されていた可能性を示す証拠が見つかっている。以上で途中までの読み上げは終了いたします。続きは機会があれば読み上げ予定です。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。